あの第2部に入らせていただきたいと思います。で今日ちょっと2つだけ神様にご質問しようと思うんですけれどもあのこう今日お話もございましたようにあのジャコビアの時代にはもう大変人気があったお芝居で、えー、その本がその後何度もこう、えー、増刷されたりもしてるんですけれどもそこまで人気のあったお芝居というのはリチャード3世とそれからヘンリー ものの第1部とそれから「ペリクリーズ」って言われるぐらいに非常に人気のあった劇で,でその後最初に申し上げたようにレストレーションで初めてシェイクスピアの劇を上演する時に何を上演するかというのに選ばれた最初の劇がやはり「ペリクリーズ」だったっていうことはやはりその「ペリクリーズ」の印象がまだ残っていたかもしれない。でそのの劇がが人気があったのでその 1 6 1年にももう一度この「ペリクリーズ」が上演されたという意味ではそのレストレーションというのはシェイクスピアの原作がそんなに人気があったわけではないんですけれどもその中ではやはり「ペリクリーズは」は特別な劇だったのかしらという印象を受けています。ところががレレストレーションのピリリオドが終わった途端になぜかペリクリーズは 上演されなくなり人気もなくなってしまいましたので、えー、なぜそのレストレーションの時期以降シェイクスピアの劇の中でペリクリーズがこんなに人気が凋落してしまったのかなくなってしまったのかということを神父様に伺ってみようと思います。はいえー、今日の最初のパラドックスといったらああ ペルクリスという劇がとても人気があったにもかかわらず、ーファストフォリオに入っていないあ。どうしてどうなったでしょうか。私の考えでは、あのベンジョンスンの悪い影響ではないかと思います。ベンジョンスンはテンペストを大事にして、あーファストフォリオの 最初の劇にすることにしましたけれども、ペリクリスはただのモーディー・テイルに過ぎないと思って、あのファストフォリオに入れようと思っていなかった。もちろん、ペリクリス,はペリクリスの暗分は、他の人、ジョージ・ウィルキンスという人に書かれた、 もののようですけれども、ただ何かの理由で私はその理由を出しましたけれども、シェイクスピアは第三幕から始まります。ですから、やっと、3rd folio の,あの Later Impression に入っていました1662年16年の t h、uh, i r d Impression の中に入っていました。ですから、やっとそ,その時代の演習者はやはりシェイクスピアの劇として、uh, 認めることにしました。確かに、 I So what uh, actually? No, there's list of printed books till 1640. Then Ropjaku yonjuni ne printed books no list o motema. Deskara Shakespeare no nama no nakade Pericles watari hodo de teiru tapun gokai five editions before. The civil war.、Uh, ですから、ナイランの時に、ピューリテンの革命の時に、uh, 劇場は全部、uh, uh, No, because ピュリテンは劇場に反対しました。ですから、少なくとも、ベルクリスはその時まであの出版されました。そして、 レストレーションの時代、1660年以降、やっと、3rd folio に入るようになりました。The stage production がどれほどたびたび出ているか、私は健康検討しなかったので、お詫びをしなければならない。ただ レストレーションの後で、だんだんペリクリスがそれほど大事にされなかった。やはりファーストフォリオが18世紀に入って、ファーストフォリオが大事にされるようになりましたので、ペリクリスもあのあの使,われる使われない。 使わななないいいいことととになったじゃないかと思まますありがとうございましたでもう一つはですねあの私はそのペリクリーズを見る時にあのガワーが出てくるっていうのはとても好きで私はペリクリーズが好きなお芝居の一つなんですけどもガワーを通して中世の良きイギリスっていうものを感じるんですね。で日本では どちらかというと調査の方が人気ですけれどもガワも中世を代表する、えー、素晴らしいその詩人なわけです。でそのガワを、えーまあ、出したという、まあ、誰どちらの,そのウィルキンズなのかシェイクスピアなのか分かりませんけれどもガワがコーラスとして登場するっていうのは非常にある意味では。 あの大胆なつまり中世を比較的否定しがちなカトリックを連想させる中世を否定しがちなその時代に、えー、あえて中世を代表する何かその中世の時代にカトリックとのコネクションを感じる人が多かった時代にあえて側がコーラスとして登場するっていうことは何か私は意味があるだろうと思うんですけれども。 あのシェイクスピアがなぜコーラスとしてガワを選んだのかあるいはウィリキンズだったかもしれないけれどもウィリキンズのアイディアをシェイクスピアが踏襲してそのガワをコーラスとして使用しでそのガワがその劇の中でどのような役割を果たしているのかということを神父様に教えていただきたいと思います。うん、それれははは実つはつのの質質問問にになっていますすけれども、えー、1つの質問はもうすでに Print on Naka ni hai problem, whether taken over from Wilkins and continued by Shakespeare or added by Shakespeare from beginning. Deskara uh, George Wilkins to you, hito wa, ano hajime kara ancient gawa no uh, chorus o tzkat deita ka ただシェイクスピアは第3幕からあの劇をあ続けることにしましたので、あの側が最後までコールスを書いたかどうか疑われます。あですから、私はどう思うか、どうでもいいと思うようになります。 もしかしたら、ジョージ・ウィルキンズは、あのやはり、ジョン・ガワのアポロニウス・オブ・タイヤという話を、という物語を使って劇にしようとしまして、そして、そのようなコーラスが適当ではないかと思っていた。あるいは、シェイクスピアの場合は、もし初めから入れ、 使うならば、やはりシェイクピアは昔あの、古き時代を憧れることになりまして、多分、初めからそのようなコーラスを使うようにしました。ことに、アイアンピック・テトラメタという ということは、非常面白いと思います。シェイクスピアが使っていた、uh, 劇はあの、クリストファー・マーローの影響で、ほとんどペンタメタだった。ファイブビーツ。テ e ゥム、テトゥム、テトゥム、テトゥでも、テトラメタとなると、全く印象が違います。

ですから、どっちかといえば、はいか、いえか。多分、シェイクスピアが88めから全部そのようなテトラメーターを使っていたかもしれないと思いますけれども、他の質問は、あの、ほとんどシェイクスピア学者は、 あのジョージ・ウィルキンスはあのあ、よくない人間だと言っています。ブロドルと関係があると言っています。それは本当であるかどうか、私はシェイクスペア学者に対して、ほとんど賛成することはないと思います。ですから、ジョージ・ウィルキンスの場合は、 あの他の話によりますと彼はカトリックだったカトリックであったかロボキーパーであったかどうでしょうでもエリザベット時代ジェ,ジェームズ一世の時代にはカトリックはほとんどあの 無視されました。ほとんど、トレイターとして考えられるようになりました。ですから、たぶん、かわいそうなジョージ・ウィルキンズはカトリックであるにもかかわらず、そのような評判が評判になってしまった。確かに、シェイクスピアの住まいに近くなっていた。 A silver street to you machi doctor desu so yu mitsu no shitsumon ni nantoka mm -hmm. kotae o shimasu keredo tada ano, i have a very interesting book called shakespeare's shakespeare readers encyclopedia desu kara, no uh, encyclopedia no naka de muchron pericles got a drama such um その pericles not today text otoka um such day nakami toka such day present um, um publication and um, presentation on stage deskara donihodo ステージプレゼンテーションが出ているか、ちょっと調べてみて、この次のお話に、うん、あの、言っておきます。